はい。大和ピュアラブです。三立さん、柴田さん、石本さん、売田さんなどの S53 世代から下の世代が渋谷のチーマー、関東連合、不良社会から 排除されて孤立化していった理由をお伝えしたいと思います。渋谷のチーマー関東連合も小山慶吾さんの S52 世代から上の世代は 捨て頃、対マン文化があったので、どのチームも、横のつながりがあり、仲が良かったそうです。S52 から上の世代はね、まあ集団で奇襲をしたりとか、武器を使ったりとかね、 えー、卑怯なことをしたりするのは、かっこ悪い、ダサいという考えがあったそうです。上の世代の人たちとも親密な交流がありました。現在も S、 52から上の世代の人たちは、a イ e x やスやバーニングなどの芸能界、アれレル業界、IT 業界など、昼の職場でも、お互いに手を取り合い、仕事をしています。 しかし、三立さん、柴田さん、松島クロスさん、石本さん、うりたさん、などの S53 世代から下の世代は、怠慢や捨て頃なんかより、集団で奇襲して、 襲って、包丁で刺せばいいんだ、という人たちに変わっていきました。S52 世代から上のように、上の世代の人たちとも仲良くしていこうというものではなくて、S53 世代から下は、 上の世代の人たちも、まくればいい、襲えばいいと、上の世代の人たちとも、対立していきました。そうなると、横のつながりも生まれませんし、集団でね、奇襲されたりするので、お互いに、 恨みしか生みません。上の世代の先輩たちにも失礼な態度なので、上の世代の人からも嫌がられて孤立化していくことになったのです。 52から上の世代の人たちからも S53 世代から下の人たちはあいつらは頭がおかしいからもう付き合いたくないと切られることになったのです、えー、S53 世代から下の人たちはね そのことに対して、上の世代をまくったと、上をやっつけたぞっていうことを言うんだけど、そうではなくてね、実際はこの上の世代から切られていたということなんですよね。表社会からも、不良社会からも排除された。 S53 世代から下の世代の人たちが孤立化していき暴走した結果六本木フラワー事件が起きたのでした、えー、今現在ね大阪とか ま、関西の方でもその、ハングレグループっていうのが、もう大量にできていてね、ま、あ何百人といるようなんですが、ま、あその、ハングレ集団っていうのも、えー、この三立さんとか柴田さんたちのね、ような考え方の人たちなんですよ、この、大阪のハングレ集団もね。うん まあだから結局はね、みんなもう刑務所に収容されるっていうことになってるんですよ。うん。で、まあ集団でね、そうやった襲ったりするようなことをしてるから、もうどん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 この恨みばかりを買っていくと。うん。で、まあもちろん仇の人とかからも嫌われていきますから、うん、もうその表も裏ももう住む場所がない。 っていうような、こう、事態になっていってるんですよね。うん。うん。だから、東京なんかでも、その、不良のね、上層部とか、うん、この関東連合とか、チーマの上層部の人たちっていうのは、この S52 世代から上の人たちなんですよ。 うん、その人たちはね、みんなこう、それぞれのチームが手を取り合って、うん、で、お互い協力していこうよと、仲良くしていこうよっていうことでね。まあ、それこそ先ほど言った ABEX とか、バーニングとかね。うん、まあ、芸能関係から、えー、IT 関係からね。うん、アパレルとか。 まあそういったありとあらゆる産業が横のつながりでつながってね。あの、まあ仲良くしていっているっていうことがあるんですよ。うん。なのでね、よく勘違いされている人がいて、その、単にその、武力というのかな。集団で襲えば勝ちだみたいなね。そうではないですよね。 うん、そんなことしても結局は、もう、ありとあらゆるところからね、恨みを買って、うん、で、結局警察に捕まって、うん、で、出てきてもみんなから恨まれてるっていうような状況になるだけなんですよ。うん、ご視聴いただき、ありがとうございました。